いな扱いされてるけど。サッカー選手だっけ？だろうね。競技人口考えたら大谷の100倍すごい。年俸で考えると計算できない人かな。なぜ誰も大谷を認めないのだろう。韓国の著名なスポーツ選手ってブサイクばかりだよな。日ハムにいた神沢レベルだろ。大谷はサッカーで例えるならバロンドーラーぐらいでしょ。比較するなら大谷はハーランドやエンバペくらいだろ。大谷は現在野球界で最高の選手だけど、孫はサッカー最高の選手ではない。バロンドール取ったら比較に値するかも。サッカーと野球を同じ土俵で比べたらな。実際は野球はカバディとかと比べられるのが良いところだから、 Google でカバディ最高の選手を検索すると良いよ。年俸を引き合いに出す意味が全くわからん。言うほど英雄視してないような、もっとしたれよ。マイナー野球と比べると孫の方がすごいだろ。大谷は100年に1人の出現と、孫は毎年2桁人数はいるレベルの出現とだろ。競技人口を考えても比べ物にならん。